川岸駅東部鉄道運転士懲戒解雇事件とは、2005年11月1日、東部鉄道の打線の南桜井駅川岸駅の間で、運転士が3歳になる、自身の長男を乗務員室に立ち入り、同乗させたことで、内規犯に問われ、同年11月15日に懲戒解雇された事件。2005年11月1日午前11時50分頃、 東武鉄道の男性運転士が運転する大宮初柏駅普通電車に、かす部駅から長男、長女が乗車した。運転士の勤務は野田線の途中の駅までで、午後から家族と共に買い物に行く予定で、その運転の見学を兼ね、そのまま運転士と合流するために、同駅で乗車した。運転士の妻は、かす部駅に入場券で入場し、 子供たちを当該列車へ乗車させ、見送った後、川間駅まで自動車で迎えに行くことになっていた。同駅を発車後子供たちはしばらくは静かにしていたが、富士の牛島駅を発車したあたりから長男が、乗務員室の後方の壁、扉を叩く、泣くなどして暴れ始め、自駅到着まで暴れ続けたため乗客も困惑していた。やむなく南桜井駅で停車した際に、 この運転手はその長男を注意し、泣きやませようと後部にある乗務員扉を開けたところ、長男が乗務員室内に入ってきた。すると、その長男は泣きやみ暴ばれなくなった。その直後、ガワドが閉まり、車掌が出発合図を出してきたため、この運転手は、どうせ次の駅では、妻が出迎えに来ていることだから、まあ良いかと考え、車掌や、 運転指令書などに連絡をせずに発車させた。走行中、長男はじっと静かにして、この運転士の運転を見ていた。隣の川間駅に到着後、長男、長女は出迎えてきた、運転士の妻へ引き渡した。この行為は、内気で乗務員は関係者以外を乗務員室内へ立ち入らせてはいけないことにはなっていたが、 鉄道営業法では旅客が乗務員室等への立ち入りを禁止する直接的な規定がない。詳細は鉄道営業法を参照のこと。乗務終了後、この運転手は大したことはないとしてこのことを東武の助役へ報告しなかった。この時、たまたま乗車していた東武鉄道の労働組合幹部が匿名で直接霞が関の国土交通省へ 事件の天末を通報し、厳正な処置を求める、胸の申告をしたことで、東武鉄道は、事件の報道発表をすることとなり、身内とはいえ、運転室に、第三者を入れるのは重大な規則違反として、同月15日に、東武鉄道は、この運転士を、懲戒解雇とした。鉄道ジャーナル社、鉄道ジャーナル2006年3月号の種村。 直木執筆コラム、鉄道基地ザックバラン、続、東部人情論によると、解雇された、運転士は、退職金は支給され、東部当局側が、運転士に、同社の系列会社の企業を再就職先として、圧旋したとしている。ただし、詳細は明らかになっておらず、現在の消息は不明である。本件が発生した東部鉄道では一部の、新型車両を除くすべての先頭車に、 乗務員室立ち入り禁止のステッカーを貼っており、このステッカーには、立ち入ると、鉄道営業法第33条により罰せられます、と表記されている。本条の第3号に、列車駐旅客乗用に、ともセサル箇所2条、リタル時とあり、乗務員室はこれに該当するとしている。ありがとうございます。